この動画では新名神高速道路の四日市ジャンクションから亀山西ジャンクションまでの区間をご紹介します。四日市ジャンクションでは伊勢湾岸道に直結し、東名阪道と接続しています。四日市ジャンクションは新名神高速の起点です。新四日市ジャンクションでは東海環状道と接続します。亀山西ジャンクションで新名神亀山連絡路が分岐し、東名阪道と接続します。亀山西ジャンクションから本線をそのまま進むと草津ジャンクション方面です。東側を並走する東名阪道とダブルネットワークを構成しています。今回は亀山西ジャンクションから四日市ジャンクションまでの車載動画をご紹介します。新名神高速亀山連絡路を亀山ジャンクションから亀山西ジャンクションに向かって走っています。草津ジャンクション方面からではなく、亀山ジャンクション方面からアプローチしているのには理由があります。この方向からだと亀山西ジャンクションで珍しい体験ができるからなのです。なお途中早送りしている区間もございます。ご了承ください。下り線です。前方の鈴鹿山脈をトンネルでぶち抜いて進みます。分岐側の案内には亀山、名古屋と表示されています。名古屋方面も新名神ですが、これはどうやら上り線ですね。そして亀山方面は今走ってきた逆方向になります。ちょっとややこしいことになりました。分岐方向に進んでみましょう。していきます。本線の下をくぐります。まだまだカーブは続きます。ここで本線と再合流します。ただし先ほどまでとは逆方向です。このジャンクションは進行方向を逆転できるという極めて珍しい構造をしているのです。亀山西ジャンクションについて簡単にご説明しますね。このジャンクションは四日市、草津、亀山の3方向を結合するジャンクションです。四日市、草津間、亀山、草津間はジャンクション東側の分岐と合流を使う一般的な運用になります。このジャンクションの当初計画はここまででした。四日市、亀山間は行き来ができないハーフジャンクションでした。地元からの強い要望などで途中から四日市亀山間も往来できるように設計変更になりました。ところが四日市側、亀山側ともに分岐直後にトンネルがあり、赤い線のような連絡路が作れなかったのです。そこでジャンクションの西端に本線の下り線から上り線に U ターンできるループ状の連絡路が作られました。これによりこのように四日市方面と亀山方面の行き来が可能になりました。少ないスペースでうまく解決できていてすごいですね。
技術的難易度はとても高かったそうです。ただジャンクション最後の分岐を間違えるとこのように元来た方向に U ターンしてしまうのです。私もうっかり U ターンしそうになってしまいました。それでは車載動画に戻りましょう。右が新名神本線で四日市ジャンクション方面、左は亀山連絡路を逆に戻るルートになります。うっかり車線変更し損なうと U ターンしてしまいますので気をつけましょう。方角的には亀山ジャンクションはほぼ正面、四日市は左前方になります。分岐後にルートがクロスするため分岐は逆なのです。位置関係が分かっている方が間違いやすいかもしれませんね。ここで亀山連絡路をオーバーパスして進行方向を入れ替える形になります。
見晴らしが良くて気持ちいいですね。雪をかぶっているのは御在所だけでしょうか。ここで新名神高速全体のご説明をしておきましょう。新名神高速道路は三重県四日市市の四日市ジャンクションと兵庫県神戸市の神戸ジャンクションを結ぶ高速道路です。起点の四日市ジャンクションでは伊勢湾岸道と直結します。終点の神戸ジャンクションでは山陽道と直結します。中部名古屋地域と近畿神戸地域の物流を強化し、名神高速道路とダブルネットワーク化する重要な道路です。名神高速と比較すると、都市部を避けて山岳地帯を多くのトンネルで抜けるルートになります。新東名高速、伊勢湾岸道と合わせて日本の物流の新しい大動脈として期待されています。そんな新名神ですが、実はまだ完成しておらず、2つの区間で現在も絶賛建設中です。2022年度全線開通の予定でしたが、難工事箇所が多く遅れが出ています。大津常陽間の開通予定は2024年度になりました。八幡京田辺高槻間は2027年度まで伸びてしまいました。完成が待ち遠しいですね。この動画でご紹介しているのは亀山西ジャンクションから四日市ジャンクションまでの区間です。それでは車載動画に戻りましょう。完成すれば濃尾平野の外周を大回
りして豊田東ジャンクションまで巨大な環状高速道路になります。完成は2026年度の予定です。楽しみです。新四日市ジャンクションから四日市ジャンクションの間はこれまで走ってきた区間より約2年半早く開通しました。その当時は東海環状道の東インインターにしか行けない袋小路路線でした。高評価、コメントをしていただけると大変嬉しいです。